Was it all in my head? when you said you love me. Cuz no one can love me better than you did and i am still not allow it. 先日モロッコで非常に大きな地震が発生しましたよね2000人以上の人が亡くなったっていう風に聞いてますそのニュースを見るだけで非常に胸が痛いですね今現状としてはモロッコでね、えー、これぐらいの大きさの地震があったでこれぐらいの規模であるみたいな情報は出てると思うんだけど例えばどういうタイプの地震が起こったのかとかなぜこんなに多くの、えー、影響が出てしまったのかとかそういった分析ってまだあんまり出てないと思うんですよね今日はね東京大学のまあ、佐竹教授っていう、えー、地震のね専門の教授がいらっしゃってその人 がが解説していいる、まあ、分析みたたなもののあったのでこれは本当にめちゃくちゃ短い記事なんですけど一瞬で終わっちゃうんだけどえ今日はそちらを読んでモロッコの地震について少し理解を深めてみましょうということでこのチャンネルでは英語×国際教養というテーマのコンテンツを配信しております英語の情報に一緒にアクセスして高校英語を勉強するついでに世界のことについてもっと知れるようなコンテンツを作っておりますなので英語の勉強頑張るぞ英語の大学受験頑張るぞそれから世界のことについてもっと知りたいという人は最新の情勢に乗り遅れないように ぜひチャンネル登録とそれでは早速本題に入っていきましょうこちらが今回読む記事です本当に短いのでサクサクいこうと思います今回も上半分に本文が書いてあってそれから皆さんにね質問を投げかけることがあるのでその時はこのクエスチョンのところに書いてありますこの質問というのはそのページ内に答えが隠れているのでぜひね答え探しをしながら聞いてみてください それから下に知っておいた方が良い単語などを並べてありますそれでは行きましょう Japanese expert Morocco 日本の地震専門家がモロッコの地震を分析でサイズミック地震のとかっていうことですそれからねサイズモロジーとかっていう地震学とかっていうね学問分野もあったりしますそれから quake これ地震ってことだけどまあ earthquake でみんな覚えてるかな クエイクという表現もししたりします、まあ、そもそもクエイクっていうのはあの震えるとかそういうあの一般的な言葉なんですねどんどんいきますはいじゃあ早速なんだけど皆さんに質問を投げかけたいと思いますこのページの中に答えが書かれているので答え探しを聞きながらね見てほしいんだけど question earthquake occur the where strong was the earthquake? And where did it did How and その地震はどれくらい強かったんですか規模だねそれからそれはどこで起こったんですかこの質問に対する答えがこのページに書かれています A Japanese seismic expert says the biggest jolt of the earthquake in Morocco was probably equivalent to upper 5 to lower 6 on the Japanese seismic scale of 0 to 7. The US Geological Survey reports that the magnitude 6.8 quake struck late Friday, with the epicenter about 70 kilometers from the central city of Marrakech. 日本の地震専門家によればモロッコで発生した地震の最大の揺れは震度5強から震度6弱に相当するという米国地質調査所によるとマグニチュード6.8の地震が金曜日遅くに発生し震源地は中心都市マラケシュから約70キロの地点であった はい、ちょっと後半のところで、えー、エピセノルという言葉が出てくるんだけどこれはちょっとね震源地っていう風にちょっと今一般的な言葉で訳したけど厳密には新王って言った方が正しいですまた後で図を見せます、はい、ということでねクエスチョンの答えとしては、えー、マグニチュード6.8それから、えー、マラケシュの、ねまあ、中心部から7 0キロほど離れたところが新王だということですねちょっとここで、えー、2つキーワードがありますこの神王って何 ととの違いは何とか、えー、そういうい話をちょっとねこれからします、えー、それからマグニチュードについてマグニチュード6.8って結局何だっけっていう話ちょっとしますねはいこちらをご覧ください2つ図が並んでますがまあ同じものを表していますただ単に日本語版と英語版ということで並べてるだけですちょっとね言葉としてこれ多分小学校とか中学校でやったと思うんだけど震源っていう言葉は馴染み深いと思うけどこれはまさに地震が発生したそのポイントですねこの図が書いてあるようにね、えー、地中の中 ですよね、でそこをこう垂直に上がってきたところの地面のところを「心旺」って言うんでしたよね。でこの「心旺」のことを英語で「エピセ t e r って言います。エピセンター。ね。これはまあ11級2級準1級ぐらいの単語かなエピセンター。でもさこの「震源」っていう単語知らなかったんじゃないあの僕も知りませんでした。<laughs> 難しいね。これを実はハイポセ「ハイポセンター」っていうらしいです。 ごめんね。ちょっとこの図、あのー、ちょっとミスリーディングだけど、この右側の図でフォルトって書いてあるよね。このフォルト、また後で出てくるんだけどえ、これ断層のことです。フォルトは断層のこと。これが左の図で言うと、この断層って書いてあるこのラインのことです。まあもちろん地震っていうのはね、断層がこうずれてガガガガってなった時に地震が起きるわけですから、必ず断層が変わってくるんだけどね。はい、じゃあエピセンターとハイポセンター。しっかり覚えとこうね。はい、続いてマグニチュードの話をしましょう。ちょっとおさらいだね。意外とどんなものか分かってないよね。 まあこんな感じでスケール表があります。マグニチュードっていうのは、まあ高校生ならねわかるかもしれないけど、対数を取って表現されるんですよ。ログを取ってるわけだね。ベースが10のログを取ってるわけなので、マグニチュードが1個分上がると10倍の強さになるということです。ということでちょっと見ていくと、説明のところには6.1から6.9 may cause major damage in populated areas. 人が住んでるエリアにおいてかなり大きなダメージをもたらすかもしれないというふうに書いてあります。今回のモロッコの場合は6.8でしたよね。だからここに相当するということです。ちなみに東日本大震災はマグニチュード9を超えてました。 ね、ちなみに八以上だと Great earthquake that can totally destroy communities near its epicenter その神王付近にあるコミュニティをもう完全にディストロイ、ね、破壊するぐらいの、えー、超強力な地震ということになりますそれでは続きいきましょうはいじゃあ続きなんですがこちらでも皆さんに一つ質問を投げかけます According to Professor Satake By what type of fault was the earthquake caused? 佐竹教授によると どののタイプの断層によってこの地震が引き起こされましたかとというここですこれ一つ、ね、鍵になるポイントだね。ちょっとよく見ておいて。Professor Satake Kenji at the University of Tokyo's Earthquake Research Institute says the quake likely occurred at an active fault in the African plate.He says it was a reverse fault type, which occurs when two blocks of tectonic plates grind against each other and one block moves up over the other. 東京大学地震研究所の佐竹健二教授によるとこの地震はアフリカプレートの活断層で発生した可能性が高いという佐竹教授によればこの地震は逆断層型であり2つのプレートのブロックが互いに擦れ合い 一方方のののブブロロッッククが他方のブロックの上にに移動した時に発生するという、えー、佐竹教授によればモロッコ北部はアフリカプレートとユーラシアプレートの境界に近いため地震活動が活発だが今回の地震が発生したモロッコ中部はそうではないというふうに言ってます。 はいということで、えー、何のこっちゃわかんなかったと思うんで、またあの説明します。今回の質問ね、ねどのタイプによる地震だったんですかということに対しては、A、reverse fault type っていうふうに言ってますよね。逆断層型というタイプの地震だったと言われてます。これもね、図を見た方がいいと思うので、ちょっとね、また後で見せます。その前に、まず、えー、アフリカプレートとかっていう話も出てきましたね。ちょっとこのプレートについてちょっと見ていきましょう。 はいということでこの真ん中の方に写ってるのがねまあアフリカ大陸とその周りにあるアフリカプレートの図ですやっぱりプレートとプレートの境界線ではたくさんの地震が発生しているのが分かりますよねで今回地震が発生したのはだいたいこの辺今ね図で示してると思うんですけどこの辺なので、えー、プレートとプレートの間ねその上にあるユーラシアプレートと、えー、そのアフリカプレート の境界というわけではないからそこまで活発ではないはずなんですねだけど今回こういう地震が起こってしまったということらしいですこれについてまた後でね説明が加わりますので、えー、少々お待ちくださいその前にここでは先ほど言った、えー、断層のタイプについてねちょっと話していきますはいこれもまた左右どっちも全く同じものなんだけど日本語版英語版で並べているだけです断層の種類っていうのがねあるんですよねこれも小学校中学校でなんかやらなかったもしかしたら 高校でチリ取った人はやるのかはい断層の種類 Fault Type っていうのは大きく分けて2種類あるとまず縦ずれ断層 Dip Slip Fold それから横ずれ断層 Strike Slip Fold、まあ、これはなんか日本語の方がはっきりした分かれ方でいいですね縦ずれ断層の中にさらに正断層逆断層 Normal Fold Reverse Fold っていうのがあるんだね 正断層というのは、正断層というのは、どちらかというとこう離れていくような時に起こるんですかね。ズルズルと普通に滑り落ちている感じで、えー、分かれる。それから逆断層というのは逆に、この2つのプレートがこう押し合って、ガボってこう、一方のプレートがある、もう一方のプレートの上にこう乗っかるような感じで、ね、ぐぐぐぐっと、えー、いく。これが逆断層ということらしいです。興味があったらね、横ずれ断層とか、また詳しく見てみてください。今回はこの逆断層、r s ースフォー t だったんじゃないかというふうに佐竹教授は言ってます。 はい、もう最後のページです。ここでも一つ、えー、皆さんにクエスチョンを投げかけます。What does Professor Satake attribute to the big damage? And what is he warning? ということで、この質問自体にちょっと難しい単語を使ってるけど、attribute っていうのはアトリビュート、A to B で A を B のせいだとするということです。ですから、えー、佐竹教授によると、佐竹教授は何がその大きなダメージに繋がったと思ってますかという質問です。何が原因でこんなに大きな So, Professor Satake says buildings in the quake hit area are therefore likely not built to withstand strong jolts like this one. He says the timing of the quake in the middle of the night may also have contributed to the extensive damage. Satake warns that quakes with a similar intensity can occur over the next week or so. ちょっとね、これ前回のパートに関連するので前回のパートをおさらいしておくと今回マラケシュ付近でね、えー、70キロ離れてますけれども、えー、とにかくこのセントラルな場所で地震が起こったわけです本来モロッコの北部のところだったらねアフリカプレートとユーラシアプレートの境界だから地震が起きやすいんだけど今回はそうじゃなかったって言ってますよねもうちょっと内陸のところで起こったと。 だから佐竹教授によれば地震に見舞われた地域の建物は今回のような強い揺れに耐えられるようには作られていない可能性が高いとえ言ってます佐竹教授によれば地震が夜中であったことも甚大な被害につながっている可能性があるという佐竹氏は今後1週間ほどは同じような強さの地震が発生する可能性があり山間部では建物への被害や土砂崩れがさらに拡大すると警告している はいとのことこですね分、えー、かりましたかね普段はあんまりね地震が活発じゃないところで起こったわけですだから、まあ、ある種油断してたというか、えー、普通あんまりこんな大きな地震来ないよねっていうところで起こっちゃったわけですだからそこら辺の建物というのはそんなに強い耐震構造をしてなかったと見られるということなんですね佐竹氏によればこれがまず一つの理由だろうと人大な被害につながってしまった理由だろうとそれから地震が起こったのが夜中だったというのもあるだろう それから教授が警告していることとしたらこの先1週間とかそれぐらいはねまた同じくらいの規模の地震が起こるかもしれないから特に気をつけるべきっていうことらしいです。 はいということで今日は速報として短めでしたがマラケシュの地震の分析について記事を見てみましたいかがでしたでしょうか英語的にはまあ日本の一応 NHK の記事だということもあって割と読みやすかったですねこの件についてはまたフォローしていってもっと詳細な情報が出たらそれもね一緒に読んでみようかなと思いますはいということでこのチャンネルでは今回のように高校英語を勉強しながら世界のことについても同時に知れるコンテンツを配信しております今回少しでもあ自分賢くなったなと思う人はぜひ高評価とチャンネル登録それから 最新のコンテンツを見逃さないようにベルマークのクリックもよろしくお願いします一緒に英語力と国際教養を同時に身につけていきましょう取り扱ってほしいトピックや感想分からなかったことなどはぜひコメント欄で教えてくださいそれではまた別の動画でお会いしましょうさようなら